世界マイナス05ビートは富士通によって開発された業務用ハンディターミナルとして利用することができる NTT ドコモの第三世代携帯電話搭載スマートフォンである OS には Windows モーブル6.5を搭載し業務用バーコードの読み取りが可能なバーコードスキャナを搭載しているバーコードスキャナとスマートフォンが一体となった端末となる本端末は 佐川急便のセールスドライバーが利用しているハンディターミナルの公開がきっかけになったと言われている。ただし、佐川急便のためだけの端末の作成ということだと効果になるといったこともあり、容易にカスタマイズができ、汎用性が高く、指だけで操作が可能なスマートフォン用 OS の Windows Mobile 6.5 Professional が採用された。またドライバーなどの激しい動きにも耐えられるよう、 プロテクターの採用により耐久、防水、防塵仕様となっている。外部接続には USB や Bluetooth だけでなく赤外線通信機能を有しており、モバイルプリンターやパソコンなどの周辺機器と連携が可能となる。業務用とはいえ、通常の Windows モーブルのスマートフォンでもあるため、p o p メール、i m a p メール、ウェブブラウジング、メッセンジャーといった機能も有しており、 Windows モーブル用のアプリケーションをインストールし、利用することも可能である。通信方式は、HSDPA 7.2Mbps のほか、Wi-Fi にも対応している。NTT ドコモの、おまかせ、ロックには対応せず、遠隔ロックに対応している。パッケ放題 W でのモペラ優和の定額通信は対応していないが、企業接続サービスであるビジネスモペラアクセスプロへの、 定額接続は可能となる。その他に定額データプランには対応している。販売チャンネルはドコモショップの法人担当となるため、店頭での購入は事前の確認が必要となる。また、原則法人のみへの販売となる。同期のバーコードスキャナーは先に発売された H-21 ビジネススマートフォーンと異なり、イメージスキャナー方式で読み取るため、 手続きなしで利用可能となる。以下の一次元バーコード、二次元バーコードの読み取りが可能となっている。アプリケーションは Windows Mobile 6.5の代表的なアプリケーションがプリインストールされている。またマーカッてプレイスからは複数のアプリケーションをダウンロードしインストールが可能となる。WM6.5 搭載のスマートフォンを導入する佐川急便。 携帯ウォッチビジネスモペラアクセスプロ、スマートフォン利用時もパケット料金が低額。ありがとうございます。